会社か。はい。売れてるネイルの特徴。自分で言うのもあれだけど、うん、売れてるじゃないですか。はい。皆様も売れてるメイドの特徴とか、なんで売れるのかとか、メイドをやってみたいなとか思ってくれてる女の子とかも、どうしたら人気が出るのかって気になるじゃないですか。うん、売れてる私たちがみんなに教えてあげようと思って、売れる理由とかっていっぱいあると思うんですけど、10個絞って持ってきたので、それを私が売れてるので。守らない。え？
だよ。いや、なんかおもちゃは守ってるつもりだけど、例えば、まあ、今日ちゅうちゃんとか、まあ、なんか名前ちょっと聞いたくらいね。他にも某メイドたちはほとんど時間を守らないんですよ。なんだ、なぜかちょっと立っちゃう。なぜか、なんだろうね。なんかわかんない。違う、なんか遅刻する、周りのみんな
初はハッタリなんだけど、ハッタリは言うけど、それをなんとか自分のプレッシャーに変えて実現してきた。確かに。そうだね。9個目。はい。サービス精神が旺盛。おお。ご主人様、お嬢様の気持ちに乗って何かをしたり、ライブのオーダーをしてもらったけど、レッスンの仕方とかも。ファンサー？そう、ファンサー。考えながら多分やってると思う。Thank you.